慶応をこう、はい、まあ、受けなかった理由というか、はい、それを早稲田行きたかったから、それともなんか慶応の小論文がダメだったから。いや、ぶっちゃけ言うとどっちもですね、うんうんうん、はい、なんか慶応じゃない、慶応ってキャラじゃないなっていうのと、うんうん、あと、いや慶応英語きついの小論文あるしなっていうのがダブルですね、うんうんうん、はい。もう7月は本当に浪人生とかもう7月だみたいな感じですから ね、あっという間ですよ、うん、はい、うん、受験生はもう本当夏休み入った瞬間からもうフルスピードでもう勉強しないと、うん、もう取り返しのつかない差がついてしまいますね。まあ、その中でね、もしその悩んじゃってちょっとなかなか勉強進まないってことがあれば、うん、はい、ぜひ相談してほしいということで、はい、そんな受験生に悩みに答えるこの番組は、はい、受験相談 SOS。ラミ先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問はですね、うん、早稲田大学商学部志望の高3です、うん、今まで早稲田大学しか考えてなかったのですが、うんうん、国語が苦手なので慶応義塾大学経済学部に志望を変えた方がいいですかという質問です。これもよくあるね。いや、これもありますね、本当に多いですね、うんうん、どうなんですか。お互い聞いちゃったりかぶっちゃった。まあね、はい、国語苦手な人が小論文が書けるのかっていうところが一番のネックですよね。まあ、それはありますね。まあ、もちろんこの国語の苦手な国語って言ってるのが古文漢文の可能性があるから。まあ、そうです、国語苦手なので、まあ、古文漢文入るでしょうね、きっと。まあ、そのせいなのかなと思うんですけど、うんうん、ただね、そのただ小論文ができないのと古文漢文ができないの場合だと、はい、古文漢文ができない方が被害が小さい可能性があるんですよね。そうですね、うん、ぶっちゃけそうですよね、うんうん、言うてそのね、古文漢文だったら取れる問題はあったりするからさ、うん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 、なんだけど国語苦手っていうレベルで、まあ、慶応経済の小論文は割と簡単だからね、いけなくはないんだけど、うん、だから小論が書けんならその考え方もありかなってぐらいですよね、はい、うんうん、そうですね。あとはまあね、国語苦手だから慶応にしてもまあいいとは思うんですけど、うん、そうするとあの古文漢文で受験できる、要はそれ以下の慶応以下うんうん、大学がかなり減るんで、そうだね、まあ、そういうリスクもちょっとありますけどね。現代文しか使えないマーチしか受けられなくなっちゃったりするわけですね。そう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 、うんうん、まあ、正直、基本的に、はい、まあ、学部にもよるんだけど、うん、でも同じような学部を見たときは早稲田の方が基本的に自分は受かりやすいと思ってる方なんですよ。まあ、そうですね、それはありますよね、うん、対策は割としやすいんですね、うん、過去もやってれば結構他学部とかの問題も結構似てるから、うん、対策しやすい局面があるので、はい、うん、だから、うんうん、まあ、相当英語が得意でかつ小論文できるって子だったらいいんじゃないですか。そうですね、まあ、それ以外はやっぱ他の大学でも入試として科目として使うのと、うん、あとはまあ古文漢文多分やってないだけっていう可能性もありますしね、うん、はい、あとね、周りも言うほどできないからね実際、うん、よっぽどできるじゃないですか。文学部志望だと結構できたりするけど、まあ、たまになんか古文漢文大好きみたいな人いますけど、あんまりないですからね。基本文系は古漢嫌いだからね、みんな大体の人が、はい、うん、だからそれで乗り切れるレベルだから、うん、まあ、本当に極端に苦手だったら、はい、まあ、それでね、小論文が対策できるならありだけど、うん、もう割となんとかなるんじゃないって気はしないでもないですね。そうですね、うん、はい、まあ、なので、まあ、僕としてはまあ普通に、うん、まあ、相当気を置きたいっていうじゃない限りは、うん、まあ、普通に古文漢文やって、うん、まあ、現代文古文漢文やって国語やった方がいいかなっていう気はしますけどね、なんか数的に、うん、そうですね、確率的にです、まあ、なので、まあ、あとは過去問見てみてね、両方、うん、試しに例えば経済、慶応の経済と早稲田の書を解いてみて、はい、トータルの点数どっちが取れるかで考えてみてもいいかなと思います。そうですね、はい、はい、わかりました、はい、今回は以上です。はい、大学別対策動画、カリキュラムの配布やっちゃいます、イベントの特設ページこちらから、7月中、こちらでですね、総計、Gマーチカンカン同率のカリキュラム、そして8月中にですね、国公立こちら武田塾の対策動画の中に、扱っている大学になりますが、を、それぞれ武田塾の全国の校舎で配布しております、最寄りの校舎でですね、ぜひ希望の大学のカリキュラムを、受け取ってください、イベントの申し込みよろしくお願いします。